どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾吉です。はい、今日もね、新作映画を1本ご紹介したいと思いますということで、邦画ですね、日本映画「ベリーバーズ」という作品です。本作は7月8日から公開された山本直樹さん原作のコミックの映画化となっております。こちら、ビリーバーズ、1999年に小学館ビッグコミックスピリッツで連載された漫画で、単行本はワイド版で全2巻となっているんですよ。この方の作品ってどういうわけかね、映画化、映像化がとても多いんですよね。最近だとテレビばかり見ているとバカになるとか、あとファンシーとか、で、2022年の映画、まだ見てはないんですが、夕方のお友達という作品が、最近の映画化作品となっております。テレビばかり見ているとバカになるは、僕もね、当時、劇場鑑賞した思い出があるんですよ。そのテレビでも、テレビばかり見ているとバカになるって決体なね、タイトルの映画なんだけど、これもね、そうなんだけど、この人、エロを題材とする作品が多いそうです。あとね、頭のおかしい人たちが出てくる。こんなところもそうなんだけど、ビリーバーズもまさにそういう映画でした。で、本作は性描写はかなり大胆で、愛とセックスに溺れる弱い人間たちが織りなす悲哀を過激にシニカルに、そしてユーモラスに描く。これはね、ウィキペディアにそう書いてあったんですけど、これが山本直樹さんの作風となっているわけですね。で、確かにこの映像化作品もそんな感じになっていたと思いますよ。そして監督は最近何度かレビューさせていただいている城城秀夫さんです。最近は個人的に城城秀夫監督作品と聞くだけで劇場に足を運ぶ理由になっているんですよ。僕が個人的に一番注目している日本の映画監督さんなんですね。ここ最近だけで「アルプススタンドの端の方」「愛なのに」「女子高生に殺された夜」をレビューしていて、このね、城城秀夫監督、最近すごいハイペースで作品を発表されています。それでいて、いずれも優れた作品なんですよ。ハズレがない。というわけで、鑑賞はね、ちょっと遅れてしまいました。7月8日公開スタートなんで、2週目に見に行ったわけなんですけど、先日、新宿テアトルで鑑賞してきたので、レビューしたいと思います。僕のチャンネルは動画にほとんど動きがないので、ラジオ感覚で聞いていただけたらいいんじゃないかなと思います。このビリーバーズですね、舞台はどこかの孤島です。もともとは無人島だったと思われる小さな島ですかね。そこに男性2人と女性1人が生活しているんですよ。彼らは宗教団体ニコニコ人生センターなる、結体な、宗教団体に所属する、信者なんですね。磯村勇斗さん演じる青年はオペレーター、宇野昌平さん演じるおっさんは議長。ここではね、リーダー的な存在なんですよ。そして紅一点、北村由衣さんが演じる女性が副議長とそれぞれ呼ばれているんですよ。どうも彼らは互いに本名を知らないようなんですね。なのでオペレーターさんとか副議長さんって呼び合っていたりします。で、この3人はここで共同生活を送っているんだけど、同時に精神修行実験なるプログラムを実践しているんですよ。彼らがなんでそんなことをしているのか。彼らの志は、不浄で猥雑で、汚濁に満ちた社会から脱却する。それがね、彼らの信念みたいなもんなんですね。信条なんですね。食料はニコニコ人生センター本部の方から船で送られてきます。彼らの精神修行は、その日見た夢を正直に告白し合って、自身が、不浄に汚濁されていないかどうかを話し合うんですよ。で、いや、君は汚濁されているねと認定されたら、
穴を掘ってね、島の土穴を掘って下半身を土の中に埋めて、数日間そこで過ごす。そのことで、そうやることで浄化するっていうね、まあそういう修行なんですね。まあそうです、頭のおかしいカルト宗教なんですよね。そんな中、本部からの食料の調達が途絶えてしまうんですね。だけど彼らはこれも修行の一環だろうと、まあ教祖はね、何かしら考えがあって我々にこのような試練を課しているんだと捉えて、けなげに苦しい飢えをしのぎます。自給自足の生活をしていくわけですよ。そんなある日、ボートが故障して島に偶然漂流した数人の若者たちに、3人は、まあ、暴行を受けるわけですね。副議長さんに至ってはレイプされそうになってしまいました。まあ未遂ですけどね。それにぶち切れた議長は、隠し持っていた拳銃で、彼ら若者たちをね、全員殺害しちゃうんですよ。その死体処理はすべて本部がやってくれるので、外部に漏れることはありません。しかし、この一件から3人の関係に少しずつほころびが生じ始めました、みたいなね、そんな内容になっておりました。それではこれからね、詳しくレビューしますが、その前に映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきます。映画ビリーバーズ、評価額はズバリ1200円、良作。もともと3人はストイック、禁欲的な生活を送っていたんですが、侵入者たちに副議長が襲われてから、議長とオペレーターは彼女に性的なものを意識するようになります。さらには副議長自身もこの一件をきっかけに性欲が解放されるようになっちゃったんですよ。やがて3人とも一線を越えてしまって、さらにそれがきっかけで特に議長さんが狂っていくっていう展開なんですね。彼らの隔絶、閉塞された生活は一種の心理実験のようです。男女を一つの密閉された部屋に閉じ込めると絶対にセックスするらしいんですよ。昔ブルックシールズ主演の映画に青い珊瑚礁っていう作品があったんですが、これね、船の事故で子供がな、もう年端のいかない子供がですね、無人島に漂流されるんですよ。で、その男の子と女の子が、2人きりでサバイバル生活を送っていくんですが、そのうち体の成長とともに性に目覚めていくみたいなお話でしたね。最後はもう子供までできちゃうんですよ。まあ、人間って本能には抗えないようにできているんですかね。どんなにね、気に食わない相手でも、男女がね、2人で密室に閉じ込められて、まあ、1週間もすると、まあ、大概ね、やっちゃうらしいですよ。どうなんですかね。皆さん、しない自信ありますか？あ、どうなんだろう。本作の3人も例外ではありませんでした。暴行事件が起きた日を境に、修行と称した性行為を繰り広げていくようになるんですよ。ジョジョ秀夫監督はもともとピンク映画畑の人なんですよ。それだけに本作は性描写のシーンが上虚逸しているほどにエロいんですよ。まあ、いわゆるね、AV ビデオみたいな性欲を刺激することに特化したああいう露骨なエロではなくてね、なんだろう、もっと生々しいっていうか、まさに見ているものの本能を刺激してくるような映像なんですよ。まずは紅一点のヒロインを演じた北村結衣さん。もう彼女はね、本当にこの映画すごいを通り越しているんですよ。この方、誰もが目を引くような派手な美人さんではなくてね、近くにいたら気になってしょうがない的な、まあ、そういう綺麗なお姉さんといった感じなんですよ。そんな彼女が大胆なヌードシーンを披露するわけなんだけど、まあこれね、
明らかにそこんじょそこらの AV 女優とは一線を画す存在感と美しさがあるんですよね。それでいてもう糸を引くような粘液を引くようなね、生々しさがあるんですよ。映像がこう僕たちのエッチな気持ちとかエロい心を刺激するんじゃなくてね、もう生殖本能にスイッチを入れてくるような、そういうヌードなんですね。いや、彼女の魅力もあるんでしょうけど、ここまで女優さんを美しく生々しく撮影するジョージョ・ヒデオさんの監督にはね、心底驚かされました。そういえば先日レビューした愛なの日程があったじゃないですか。あのエロシーンも普通じゃなかったですからね。何ですかね、こう刺激された性欲がずっと後を引くような、もうそんなエロなんですよね。まあ、いわゆるこの先ほど言った生殖本能の表層ではなくてもっと奥深いところをね、刺激してくるような、まあ、そういうエロなんですよ。本格的なピンク映画監督が手掛けるとエロとかエッチなシーンも、まあ、こうも違うもんなんですね。監督の一連のエロい作品を見ていると、まあ、いかに自分が今までね、安っぽい映像しか見てこなかったんだってことを痛感してしまいますよね。まあ、ラーメン屋に例えれば、安くてそこそこ美味しいチェーン店ラーメンではなくて、もうまさにこだわりの専門店の味なんですよ。主演の磯村勇斗さんも、宇野昌平さんの演技も本当に素晴らしかったんだけど、やっぱり北村悠一さんを見せつけられると、まあ、霞んでしまうっていうかね、彼らの存在そのものも記憶にあまり残りませんでした。あ、そういえばね、宇野昌平さんの存在と演技が完全なる飼育って映画があったんですけど、昔ね、完全なる飼育ってシリーズ化されているのかな。で、一番多分初期の作品だと思うんですけど、あれ、あのね、竹中直人さんがね出演されていたんですが、かなりそれとオーバーラップしましたね。宇野昌平さんと竹中直人さんがかなりオーバーラップしました。まあハゲてるしね、顔の作りとかもなんとなく似てますからね。こう宇野昌平さんはこういうブチ切れた頭のおかしい人を演じさせたら日本映画屈指の俳優さんですね。今回は久しぶりに宇野昌平イズムを見た気がします。こういう宇野さんね、見たかったんですよ。僕もね、宇野昌平さんは大ファンなんですよ。そんなわけで、あまりに性的描写がエロすぎたので、ストーリーとか展開がほとんど印象に残りませんでした。ヌードを披露した北村悠依さん、演技力もあるし存在感も素晴らしいので、今後ね、無理して脱がなくてもいいんじゃないかと思いますね。いや、むしろ本作があまりにもエロすぎるので、他の映画監督が手掛けたとしてもここまでの映像には至らないんじゃないかな。ジョージョ・ヒデオ監督は北村悠依さんの性的な魅力を限界突破させてしまったと思います。今後彼女はこれ以上の性的魅力を発揮することは難しいんじゃないかなって、もうそういうレベルなんですよね。まあ、そんな意味で北村悠依さんにとっては女優冥利に尽きるという、もうそういう映像になっていたんじゃないかと思いますよ。はい、このね、エロ描写がこの作品の特徴でもあるんですけど、いかんせんね、そこに力、情熱のほとんどが注ぎ込まれていて、カルト宗教、カルトというものに対する掘り下げがね、足りないんですよね。せっかくこのニコニコ人生センターなるね、カルト教団、なんとなくですね、ジム・ジョーンズの、人民寺院っていうのがね、昔そういうカルト教団があったんですよ。集団自殺を図ってしまったあの事件ね、あのサクラメントっていう、タイ・ウエスト監督の映画でも描かれているんですけど、人民寺院ですね。おそらくそこら辺がね、モデルになっているんじゃないかと思うんですけど、まあ、とにかくこの映画エロに力を入れすぎて、カルトはそっちのけなんですよね。せっかくカルト教団というね、題材を扱っておきながら、カルトの部分がね、今一つこう掘り下げられていない、
ちょっと変わった人たち、変わった集団的な、あくまでもネタの一つでしかなかったっていうのが、それが残念ですかね。まあそれなりのね時間を使って描いているんだから、このカルトというものをもっと掘り下げていったらね、見応えのある作品になっていたんじゃないかなと思うんですよ。あの原作漫画の方ではある程度ね掘り下げていられたよね、掘り下げられていたようなんですけど、映画ではほとんどそれはね描かれていなかったんですよね。それがねちょっと個人的には物足りなかったかなと思います。はい、まあ、最もそれを描いたところで北村由依さんのエロがねあまりにもインパクトが強すぎて、おそらくそのカルトを描いたところでねあんまり記憶に残らないかもしれないですね。まあ、とにかく本当に何だろうね、あの北村さんのねヌードがちょっとしばらく頭に残っちゃって、でその絡み、男性たちとの絡みもねすごいなんかね、そういう大胆ではないんですよ。決して大胆とかそういうことではないんですけど、なんか妙に残るんですね。しばらく記憶に残って消えないみたいな。後に引く、後に残るエロなんですよね。もうただエロいというより、本当にの性欲、その生殖本能を刺激されたみたいな。それもかなり、性欲、生殖本能の軸のね根深い部分を刺激されたような、まあ、そんな感じでしたね。なのでね一回ねちょっとこの映画ね男女問わず、見てみる価値あると思います。はい、エロとはこういうもんなんだっていうね。ただいやらしいとかねエッチとかそそるとかそういう映像はいくらでも巷に転がってるし、インターネットをね検索していけばそういう映像なんかいくらでも落ちていると思うんですけど、やっぱりね城城秀夫監督のこのエロ描写っていうのはこの映画の中でしか見られない。そうそうねインターネットを漁っても落ちてるような映像ではそんな安っぽいものではございません。まあどうしてもこの北村さんに注目が集まってしまうんですけど、あの、まあ、この映画の実質的な主演は、磯村勇斗さんなんですよね。最近磯村さんも結構いろんな映画に出られていて、昨日何食べたでしたっけね、あれにも出ていらっしゃった、あの時は同性愛の男性を演じてましたし、最近だとプラン75にもね出ていて、ちょっと最近こうなんだろう注目を集めている、役者さん、力が認められてきているというか注目が集まっている役者さんで、まあ、これからいろんな映画の主演とかをね張っていくんじゃないかなと思うんですけど、やっぱ演技力もあるしねマスクもいいし、ただ今回はちょっとね残念ながらヒロインに大いに食われてしまったのかなと思いました。はい、まあそんなとこですかね。僕の動画ではこうやってね、新作映画をレビューしつつですね、たまにはたまっていうか最近ちょっと増えているんですけど、まあいわゆる民放ドラマ、ネットフリックスドラマのレビューなんかもしています。はい、で今日はですね、今日日曜日、月曜日か、7月18日この動画を撮っているのは7月18日の月曜日なんですけど、あ、でもこの動画火曜日にアップするから、まあこの動画をね、アップしたら昨日になってるのかな、赤いナースコールっていう作品ね、サスペンス、ミステリードラマの考察もしていますので、ぜひそちらもチェックしていただけると嬉しいです。はい。まあ僕はね、ミステリー作家なので、どうしてもこう、ホラーとかサスペンスとかミステリー映画が中心となりますけども、純愛とかね、アニメとかも扱っていますので、ぜひ皆さん、チャンネル登録していただけると嬉しいです。あとですね、僕も本をいくつか出してまして、最近だとホラーですね、ジュブナイルホラー、駄菓子屋ファーストの悪魔っていう、イーブルデッドっていう作品なんですけど、スティーブン・キングのイットみたいなね、
あとストレンジャーシングスみたいな、少年少女たちの冒険活劇を描いた小説を出していますので、ぜひそちらもチェックしていただけると嬉しいなと思います。はい。で、今月からかな、ドイスデカの新作の連載も始まりますので、小説幻冬っていうね、文芸誌に連載が始まると思いますので、そちらもよろしく。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。それでは皆さん、ごきげんよう。